最近さ、りょうちゃん配信してる？私配信いけてないな、そういえばと思って。今日皆さん何がありましたか？病気で休、あ、そういうこと？病気で休んでたのね。いや、なんかポップガール、B ブロック結構体調崩しがちな子多いかもしんない。大変だ。たけしさんこんばんは。ありがとうございます。たけしさんこんばんは。こんばんピーヤ。皆さん今日はどんな一日でしたか？というか、今金曜日だから、平日どんな感じでしたか？テキさんありがとう、帰りって、よく挨拶ありがとう。ね、BGM でかすぎたりしない？目標が言ってくれたけど、正直に言ってほしい。大丈夫ってありがとう、よっちゃん。なんだっけ、 BGM なんてね、小さすぎてくらいの方がいいですから。知らんけど、昨日体育祭で疲れたからめっちゃ眠かったーって。あこちゃん体育祭お疲れ様、おっちです。知らんけど知らんけどって日本語さ、めちゃくちゃ便利じゃない？だって、1たす笑って笑ってって、めっちゃ便利だよ。だって数学の授業とかでここ教えてって言われた時、ここはね、まあ公式当てはめて答えマイナス2だよ、知らんけどって言えば、ちょっと楽になんない、心が。え、お疲れ様です、知らんけど、お帰り。知らんけどじゃなくて、ノットファンドさんね、ノットさんの、ノットさんね、責任逃れね。なんか大阪の人がめっちゃ使うって聞いたことある。そう、静岡だけどめちゃくちゃ使えます。静岡で一番使うかも。知れん。昨日体育祭だった人多いな。私のね、中学の同級生のインスタもほとんど、体育祭終えました、みたいな。そんな感じの、そんな感じのやつばっかだったんですよ。まあ私は6月なので体育祭すっごい楽しみ。体育祭、なんかさ、体育祭でさ、私高校で借り物競争期待してたんですよ。皆さん体育祭どうですか？どうでしたか？なんか思い出とかありますか？なんか藤くん入室ありがとうございます。いらっしゃい藤くん。なんか これコメント読みにくいな。私思うのは、なんか借り物競争みたいのあるじゃないですか、運動会で。でその借り物の中に、なんか好きな人みたいな紙があって、なんかそういうのないかなと思ってドキドキしちゃうんですけど、私の学校なかったですね、借り物競争。私恋愛の話聞くの好きなんですよ。あったら誰選んでた？好きな人？待って、いな、じゃあいいじゃん。あ、なんでもない。
うん、隣の席の子かな。隣の席の女の子かな。シックスパックの富士おかえりって打つ、ありがとう。一番の子？いやでも多分片思いだからどうしよう。一番の子か、15番。あれ俺じゃないのってめっちゃ自信あるじゃん。どうした？めっちゃ自信あるじゃん。まあ、隣の子って言ったら4人いますね、候補が。シックスパックの藤子お帰り、お疲れ様です。1週間お疲れ様でした。テスト週間、体力テストどうでした？みんなのさ、体力テスト、チャリも疲れて、藤子お疲れ様。さすがに私のあれには勝てないと思う。いや無理か。今日はソフトボール、ハンドボール投げと 50m 走やったんですけど、結構ね、自信あります。特にソフトボール投げ。もっちゃんさ、前聞いたら 100m くらいじゃなかったっけ、ハンドボール投げ。俺ハンドボール 36m。 え、嘘、 36? 36? 負けたんだけど。え、待って、悔しい。でもさ、私遠くから藤くんが投げてるとこ見ちゃったんだけど、あれでした、めっちゃ飛んでて怖かった。やっぱダーシーすごいなって。よっちゃんなんか 100m、 50m くらいだった気がする。サイリア俺の10分の1くらい。 3.6m は草。 3.6m。 私 25m でした。え、ぶっちゃけ、私のクラスの男子の3人、下の方の3人とかよりは、記録高いと思います。25ってすごーって。ふっ。まあ、ソフトボール部だったんで。りくいらっしゃい。こんばんはっていらっしゃい。来てくださってありがとうございます。みかんちゃん、応援、みかんちゃんの応援隊の、りくん来てくれました。いらっしゃい。アンドさん入室ありがとうございます。え、ふじくん 50m 走なんだった？りくお帰り、いつもありがとうって。よっちゃん毎節ありがとう。よっちゃん運動神経良さそうだな。まあ、今日もちょっと 7.1 遅すぎや、早すぎだって。え、待って、 7.1 で遅いとかどうなってんの。11ホームルームの男子どうなってんの。あ、クラス行っていいのかな。まあいいや、怖い怖い怖い。7.1 で遅いとか、私、タイム言えないじゃん。
俺知ってるよって。え、私のタイム言ったっけ。え、当ててみて。クラスの女子で一番早いんでしょ。いや、それはない。だって 7.7 の女の子いたじゃないですか。他の女子が言ってたって。え、私違いますよ。え、私全然早くないですよ。クラスで上から言うて7番目くらい。7.7 ってチャイルじゃないよ。違うよ。私 8.2 だよ。ごめんなさい、ちょっと私足速い女の子じゃないです。あのクラスの女子で上からなんか6、7番目くらいの微妙なラインにいると思います。 8.2、 1秒差やバラほら、マウント取ってくる。こうやってそうやってマウント取ってくる。俺の長座当ててみて。2ミリ2ミリかな。まあ、妥当かなって感じの数字。2ミリか、惜しいな2ミリやっぱり。いや、いいとこ攻めたんだけどな。1ミリなんだよな。いや、惜しかった。悔しい。いや、悔しい。うわ、今日寝れない。今日悔しくて寝れないわ。勝った。いや、でも1ミリは強い。本当は70センチです。え、めっちゃ伸びますね。めっちゃ伸びますね。70センチはすごい。なんかそもそもさ、腕が長いからって言おうとしたけど、腕の長さ関係ないか。あの、ゆうかいらっしゃい、来てくださってありがとうございます。それと違って柔らかいんでって私硬いって言いましたっけ。え、藤くん運動神経いいですね。ゆうくん、匂いが強い香水をたくさんかける人は嫌い。あ、苦手。僕の彼女にある人は大変かも。挨拶がすぐできない人は僕嫌い。すぐ外見を見る。性格優しい人、僕のことを癒してくれる人、え、かっこハグ系が彼女になってほしい。誕生日5月11日。星座は牡牛座。なぜか赤ん坊に顔見せると泣き止むだよ。なーぜなーぜ。現役の高校2年生です。パパとママと姉の血液型 AB で僕は A 型、ゆうくんって呼んで。2024年。お、あ、もういいか。よくいらっしゃい、先生。まあねーって。まあ皆さん、プロフィールに、みんな、お互いのプロフィール見て、共通ってあったら、仲良くしていきましょう。藤くんもなんか、プロフに書かないの？ブロスターガチでみたいな。腹筋強化中みたいな。今のところ、50分の45点、わら。50分の45点？え、体力テスト？怖っ。え、怖い怖い。怖いって。ガチ最悪。え、なんで？え、謎なんだけど。もっといけたのに、もっといけたら化け物だから。45でやっと人間の形保ててるから。45って何本当に。すごいよね。頭もいいし、運動神経も良くて。すごいです。
完璧人間完璧人間さん、完璧人間さすがです。完璧人間勉強教えてくんないかな。ちょっとね、私わかんない、勉強でわかんないとこが多すぎて。ゼタギリありがとう、ありがとう。ちょっと私勉強わかんないとこが多すぎて、一人に全部聞くのは申し訳ないから、教えてくれそうな人10人くらいに一問ずつ聞くっていうやっちゃってて、全部教えるよ。ありがとう、なんでそんな優しいん。他の子に教えるついでだけどねって、他の子っていうのはかっこ女の子ってやつですね。うん、モテモテだ。どっちの仲いい子。あ、友達ね。よっちゃん生きてる？ジュニホームルームの11番だった気がするって。あ、そうなんだ。いいな。高校に、中学に。生きてるよ。よかった。生きててくれてよかった。やっぱさ、ラジオより、あっちの方がいい？顔出す方がいい？顔出したら話してくれるよ、ちゃん。高級航空機さん、いらっしゃい、来てくださってありがとうございます。足りない、やりたいよりいいよって、よっちゃんありがとう。なんて寛容なんだ、優しすぎる。ちょっとよっちゃんみたいなさ、お父さん、よっちゃんみたいなお父さん欲しいわ。ちょっとこの配信終わったら勉強しようかなって思います。とか言っとく、めっちゃ失礼だけど恐縮したき、ビジュアル悪かった気がするけど、それが理由って。え、気づいたの？私がビジュアル悪いことに。そうそう、昨日夜、それは理由じゃないんですけど、昨日の夜ちょっとね、泣いちゃって、それで目が腫れたんですよ。で、目が腫れちゃって、それで美術が悪かったです。そうね、テストの復習やっておくべき。テストの復習やっときます。本当に、超大事。泣いたんですよ。いや、なんかめっちゃ感動するなんか物語みたいな YouTube で見ちゃって、私そういうので泣いちゃうタイプなので、目腫れました。すごい、ビジュアルいのに気づけるのすごいな。気づいてほしくなかったな。感動ならよかったわって、本当に。え、ビジュアルいの気づけたのすごいね。何、本当に観察眼すごい。え、でもなんかむくんだ顔が朝から治んないんですけど、一生このままだったらどうしよう、怖い。毎日朝から晩まで
見てればわかるでしょうって見てるの藤くん爆笑なんだけど、多分このままだよ。いや死んだ、やばい、弱ったわ。え、なんかか、目がむくんでさ、本当にこのままだったら私も終わりです。もうアイプチつけて学校行きます。少ししか見てない、多分もう今日エイプリルフールじゃないって。知らんけど、運動会楽しみだな。体育祭楽しみだな。どっか俺とサリー敵だからね。え、敵だよね。え、なんか嫌な人敵になっちゃったな。絶対敵に回しちゃいけない人敵になっちゃった。ボコボコにするわ。もうダメだこれ。体育祭死ぬやつだ。ボコボコにするわ。わらはやばい。え、怖いんだけど。まあ、でも私のチームも強い子多いから。リレーとかわざと同じ順番にして抜かしたいな。怖いんだけど。え、すっごい怖いこと言ってる。体育祭において一番やられたい嫌なこと言ってる。え、待って。いや、でも同じチームの男の子たちも、まあ、運動神経良さそうなので頼ります。ちょっと頑張れ。で、抜く瞬間に遅すぎっしょって笑うわ。怖っ。鼻で笑ってくるんだろうな。ムカつく顔で。ムカつく顔でね。でも 7.1 でしょ。私が1秒早くなればいい話じゃん、そんなん。無理でしょ。無理か。チュチュ、誰ですか。ゼリー、三河キッスで応援ありがとうございます。ゼリー向けてチュチュラブです。チュチュナイチュ。ゼリーラッシュ来てくれてありがとう。私の自己紹介、名前ゼリー、年齢高校10年生、出身地台湾です。よろしくお願いします。サテソさん、チャリちゃん、チュイ、挨拶ターンいない。サトルさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。実はサイリーいないんです。サイリー今日は、ビジュ悪いので、ラジオです。ジェリーありがとう、おかえり。サトルさん、おかえりありがとう。ってよっちゃんも挨拶ありがとう。いらっしゃーい。サイちゃんが化粧品に見える、探しに行かなくては。私ディオールになっちゃった。サリの声めちゃくちゃ可愛い、心に癒しいって、ありがとうございます。スパコメポン、いらっしゃい。でっかいスパコメだ、ありがとうございます。エヨちゃん、この声が可愛いねって、あの顔もって言ってください。顔と声と、ちなみにあの顔と性格も可愛いです。あ、嘘です。ジェリー挨拶ありがとう。いらっしゃい。性格かわいいだろ。とか、サイちゃんがディオールに仕方ないな、買うか。嘘。え、買ってくださいよ。
ジョージいつもありがとう、助かってるよって、助かってます、ありがとうございます。いや、なんか勉強したいな、めっちゃ勉強したいな今。サリーの個性優しい、ありがとうございます。じゃあサリーの個性優しいで人助けしてきます。え、ならディオールサリーちゃん一つください。ディオールサリーちゃん、一気に高級感なくなりますね。どういたしましてーって挨拶ありがとうございます。勉強したいな、ゲームしたいなってことでしょって、なんか言ってる、なんか言ってる。いやー、やる気出たらやるし、勉強した時にすると頭に入るから頑張ってって、ありがとうございます。めっちゃ頑張ります。本当に、よっちゃんも私が本当に勉強わからない時に教えてほしい。よっちゃん最終兵器だから。いや、高級感あるよ。うん。ありがとうございます。え、ディオールに負けないくらい高級感出していきたいな。さあ、勉強については昨日メッセージ送っていいか読めよ、サイリーって。了解です。了解ぞ。勉強家確かにやる気あると頭に入りやすい。え、ですよね。逆にやる気ないと本当に頭入んない。本当それ。やる気がないときはよく寝てます。いい例なのかな。え、でもいい例だと思う。だってさ、寝るとさ、やる気出た時、眠気に負けずさ、集中して勉強するためのあれになんない？備蓄というか、体力貯める、あの体力貯めるみたいなね。てか、点数みんなに崩壊しないのって、する？勉強やりたくなった時にむさぶるようにできるからなってね、わかる。私も、あ、歴史やりたいってなってさ、やろうと思ったら、ほんと2、3時間、もっとできる時もあるし。で、ガバッと起きて勉強始める。で、疲れたらまた寝るって感じかな。集中してると長時間、え、ほんとそれです。それんバカさ、みんなに誤解しよう。なんか言ってる。え、でもいいですよ。でも、後悔するなら口で言うより、顔出しで言った方が良くないですか？確かに。おー、ワクワクって。今日はなさそうですね、点数5回。はっはぁ、楽しみ。見て多分おーってなるような点数じゃないと思いますけど、実は頭いいかもって。ポテ、今日じゃなかったか。頭良くないですよ。で、そのところめっちゃ折り曲げてたのがめっちゃ面白い。ね、見られてたの嫌なんだけど。じゃあ、あの、一回折り曲げただけじゃさ、ちょっとさ、浮いちゃうじゃん。折り曲げたとこが。2回、あの、念入りに2回折り曲げました。本当に。本当に。ひどすぎて。サトリスさん、1,2,3,4 個のポイポイで応援ありがとうございます。ポイポイナイス。俺は3学期の期末の成績チェックしたいって。期末テストなんとなくさ、見られてもいいやん。え、だって私のさ、隣の女の子も、斜め後ろの男の子2人も、あの、4人全員頭いいんですよ。え、でね、で、後ろの男の子は、仲間って感じですけど、ほとんど頭良くて、席の周りの子たちが、よし、見られてもいい、楽しみって。いいよ。
あの見せ人に見せるような点数してないけど。でも後ろの子科学基礎を料理、え、そうなの？え、めっちゃ頭いいですね。え、科学教えてくれたもん、後ろの男の子。ヨハネくんは良かったの？成績。え、ヨハネくんね、あの、めっちゃいいよ。びっくりした、私。なんかね、点数は、まあまあ、あの、個人情報だから言えないんだけど、え、なんか私、正直、アガラは誰ですか？ジャリー、ガチ上げ、ナイス、ナイス、ナイス。ナイスからのガルアはナイスガルルナイスです。待って、ありがとうジェリー、ジェリー愛しとうよ。え、ヨハネガチか。え、ヨハネくん頭いい、これマジです。里井さんぽい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 ナイス。え、でも言っちゃうと何点？いや秘密だけど、え、でも言でもね、私の斜め後ろの左の方の後ろから見て斜め後ろの男の子よりはレベルで頭良くはないけど、頭いいです彼は。ジェリーガチ上げナイスありがとうって。里井さんぽい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 ナイス。じゃあ私今寝ようって。最近仕事大変で、ジェリーお仕事本当にお疲れ様です。頑張ってください。おやすみなさい。おやすみおやすみって。ジェリーおやすみ、おやすみ、ゆっくり寝てね。ジェリーさんおやすみって。里井さんありがとうございます。ジェリーわざわざ疲れてるのありがとう。おやすみ、ま、ゆっくり寝てねって。ありがとうございます。え、私の席の周りの子たち頭いいからテストの回答で停止のとこ折り曲げる必要ないんですよ。私だけボキボキに折り曲げてます。ありがとうございます。やったまいですよ藤君は。頭いいのムカつくな本当に。え、でも思うんだけど、あの、テストの点数で勝負しようって言うじゃん。で、勝負すんじゃん。これさ、こいつになら勝てるってさ、思う人にしか言わんくない？そしたら早いけど今日はここで離れるね。また来るね。里井さん来てくれてありがとうございました。またです。バイバーイ。里井さんバイバイ。そうだよ。最悪。さてさん、ありがとう。またね。素敵な週末を。素敵な週末を。またでーす。有意義に過ごしてください。バイバーイ。今気づき、だけど頭に運動神経一緒得意。悪いとこなくね。え、自分のこと言ってる？お腹痛いんだけど、やばい。そういうとこ好きです。俺ってやっぱ完璧に。え、いいな、面白い。いや完璧ですよ。ただあのダメなところは自己肯定感が高すぎるとこかな。ゆっちゃんありがとう。ゆっちゃんもいい始末を。さえちゃんありがとう。またねって。里井さんまたです。バイバーイ。それと同じくらいだよって。え、自己肯定感。待って、私自己肯定感ね
そんな高いこと言う、高いこと言ったっけ、そんな自己肯定感高そうな発言。あとやっちゃんこの前行けなかったからまた行けるとき楽しみにしてます。とふりふりってありがとうございます。それも高いでしょ。え、高いときと低いときがある。あのテスト返しのときは一気に低くなるかな。あ、私今日で死ぬのかなみたいな。みなみくんいらっしゃい、来てくれてありがとう。あれラジオ、そうです、今日ラジオです。今日はちょっとお顔がむくんじゃってて。さとゆささん、ぽい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 、ナイス。やっぱり次男は自己主張が強くて頑張る子が多い。頑張る、頑張る子ですね。藤くん死ぬっていや、あの時めっちゃテンション下がってましたよ、正直。あのテストの点数のとこの折り曲げ方からわかると思います。みなみお帰りって、みなみくんお帰り、来てくれてありがとう。俺のことだ自己主張が強い自己主張が強い、面白いな。でも頑張る子だからな、藤くんは。そういえば、翔英さんも次男ですよね。翔英さんもそんな感じ。次男、三男、四男。武田勝頼は四男だったらしい。え、四男ってどういう特徴があるんだろう？甘えん坊とかかな？自分的にはそんな強くないと思うけどね。あの、自覚なしタイプです。重症です。富士も半身、え、無傷です無傷です、やばいな。富士も半身、配信せいよ。いや、しないよ、配信。配信もいいですね。え、待って、いや、してもゲーム、あー、え、なんかさ、あるよ、J、なんだっけ、DK ミスコン、みなみの深夜配信エグかったって。え、なになに、見たかった。なんで見るよ俺。だけどその時間ないかも。藤君はね、お勉強に筋トレに部活に、いや、忙しいみたいなんですよね。あと私の配信を毎日欠かさず見るっていうのが忙しいから。イケミスコンとか優勝かえ、スクショしていい、めっちゃ面白いんだけど、スクショしていい。富士はバスケで名を馳せなよ。いいよ天才。いや藤君以外誰って感じ。 DK ミスコンとか、いや、こういうこと言っちゃダメだけど、藤君はグランプリだわ、さすがに。バスケめっちゃ甘いですよってね。身長高いからね、なんかもう高さで勝ちそう。めっちゃやって100ポのアイテムないのが不思議だーって。え、なんかね、ないですよね。さ、一番ちっちゃいので200で、なんかね、100ポイントしかないときポイポイしかできないから、ちょっとねって感じですよね。3年後多分大谷くらい有名になってます。さすがです、その域です。藤くん、八村塁になってください。八村塁、1億円の豪邸建ててください。いける。え、でもさ、藤くんの友達にさ、え、 JC 中1ミスコン出た人いるよね。ストーリー見ましたよ私。新しく30万の面白いアイテムが登場した、投げたいな。え、そうなの、何それ何それ。せいさよちゃん、皆さんこんばんはって。ちえさんだ、ちえさん、こんばんは。ラジオ配信だ、ちえさん、ラジオ配信やってます。よし、ちえさんだ、好き。
プジって身長180くらい、もうそんくらいですね。え、いるのって、いるじゃん。え、ストーリー見たよ。フジ君の、私の後ろの席の男の子のストーリーで、あったじゃん、中1ミスコン。321で決めポーズみたいなストーリー。チェちゃん、わーい、お帰り、昨日ありがとうって。16歳で180なら、190は目指せるなって。そうだね、190いけそう。身長でっかいもん、富士くん。よっちゃん、こちらこそ昨日楽しかったって。あー、あったわ、あれには絶対勝てる。富士くんも中1ミスコン出ないよ。チェさんって。え、みなみくんも、お知り合いですか？みなみくん、久しぶりです。挨拶ありがとうございます。やっぱみんなちえさんのこと好きなんだ。でもね、私が一番好きな自信あります。 V 中1って年齢者差し上げすぎ。年齢3歳差し上げ。藤のパパ身長で抜かせそうだわ、藤って。お父さんはこれない気がするって。お父さんの身長めっちゃでかいもんね。え、チェさん、俺のインスタも配信もどんどん進化しとりますから、また来てーって。さあ、言っちゃうって。いや、ほんとにね、ラブです。お父さんはこれない気がするって、おっきいよね、藤子のお父さん。なに、藤の父ちゃんって身長2メートルとか。私のお父さんが身長183センチで、もうね、もう、左に出るものはいないと思ってたんですけど、左に出るものはいないけど、右に出るものはいると思ってたんですけど、俺のお父さん、20メートルです。間違えた、186メートルですって、間違えすぎな。20メートルと180、6センチは全然違うんよ。最近時間なくて全然行けてない、また時間あるとき見に行きますって。ナイスです。いや、次男は軽く抜くな、186センチって。次男だから抜けるよ。みなみくん、イエスさー、イエスさー、イエスさー。ゆーちゃん、190行きたいっすねって。でかすぎて壁ですよ、それ。190、身長2メートル、身長20メートル、進撃の巨人。あ、そうですね、壁に穴開けれるタイプの巨人です。全然ウォールマリア突破されます。エレンって女だっけ、男です。主人公のエレンは男です。あ、そういうことね。いけるでしょ、富士、筋トレで身長止めないようにって。テンパクとかにしたらね、身長絶対190いかないから。私も身長170メートルいきたいな。あ、センチだった。170センチ。ポップガールで一番大きくなりたい。いや、こんだけ人数いるからさ、絶対身長173とかいると思うんだよな。女の子。みずき。みずき。水原希子が演じるのは誰って。水原希子さん誰ですかね、わかる人いますか。サリアもう言ってるでしょうって。言ってたらいいな。筋トレしすぎないように調節してるので大丈夫ですって。いや、本当に私あんまり声を大にしては言えないんですけど、めちゃくちゃ筋肉に弱いので、あんまり鍛えすぎないでください、正直。やっぱ筋肉は正義。
あ、北山から身長止まっちゃうって、身長止まっちゃうって。でも筋肉嫌いな人いないと思います。あと13分で配信終わります。富士は前橋流口説いてるようなもんだもんな、昼間も会ってるしって。え、口説いてるの？口説いてる。いやー、それはないっすねーって。ないっすね、それは。さあちゃん、ツイッターでしありがとうございます。こんばんは。50コインはあげちゃう。さあちゃん、いらっしゃい。ゴリラは口説きませんよ、ゴリラ。あの、プリンセスの間違いですか？プリンセスとゴリラ間違えてますよ。あと13分で終わるのって、はい。今日1時間で終わるってことになってます。富士くん照れなくても、もう照れなくても、シェアハッピーって照れてないです。わらって、夜遊びしてくるねって。さあちゃんいらっしゃい、夜遊び行ってらっしゃい。待って、夜遊び？のんのんのん、可愛い子が夜遊びなんて。ダメよ。ミカサ、水原、演説進撃の巨人の藤島隊長の元カノ、藤島隊長って誰？私、進撃の巨人好きですけど、藤島隊長っていたっけ？え、そんななんか日本って感じの名前いましたっけ？スパコミナイスってぽいぽいナイスってチエさんありがとうございます。スワちゃんぽい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 ナイス。隊長って名前なんだっけ？え、リヴァイアッカーマンじゃないんですか？あ、リヴァイ兵長か。え、隊長誰？知ってる人います？そいつもありがとう、おかえりって。さあちゃんありがとう。うーん、待って、花が咲きました。うー、ちえさん、ちえさん、フラワーツリーで応援ありがとうございます。フラワーツリー、ツリツリーナイス、ありがとうございます。待って、ありがとうございます。久しぶりに見た。セカンドもあさって日曜で終了となります。そうです、よろしくお願いします。あさって日曜で終了です。です。お願いします。パトンも管理、パトンありがとうございます。パトン、皆さん、昨日から1週間パトンがあるのでご協力お願いします。ねえ、月が綺麗すぎるって。え、なに、月が綺麗なの？可愛い、なんか夜遊び、初めての夜遊びみたいな感想言ってて可愛い。またゆっくり聞かせてください、スワちゃん。あと29日まで、ありがとう、29日までです。あと、俺、さっき土俵立て、え、みなみくん、ありがとう。ありがとう。くじくん、ありがとうございます。笑って、はっきり月って書いてありますけど。ちょっと重症ですね。みなみくん、土俵ナイスって、ちえさん、ありがとうございます。本当に、土俵ナイスです。昨日満月だったねーって。満月はさすがすぎる。
外眺めてなかったかな。あとで外見ようって。私も外見よう。私お昼の青空しか見ないからな。いやいや、自分のために投資しております。背のためというより。そうなんですか。あ、本当に綺麗なんだって。え、見てみよう。ちょっと一回見る。曇りで草ってやつですね。月は綺麗ですね。愛してるって言うのかと思った。そういうこと。ロマンティックすぎなんだけど。かわいい。あ、本当だ、満月って。あ、曇りでした。え、ロマンティックでかわいいんだけど。あ、なんかチキンバーガー食べたくなってきたって。あの花より団子ってやつです。花より団子タイプ。私を月に連れてってって歌俺好き。え、聞いてみよう。え、デヴィ夫人逮捕。え、私を月に連れてってって曲でしたね。一回調べてみます。月に帰って教えてよっていうのもあるけど、あ、それ歌えます。めっちゃいいですよね。セーラームーンって。セーラームーンめっちゃ可愛い。それってセーラームーンだっけ。めちゃめちゃセーラームーンです。私なんだっけ、セーラールミナスみたいのが好きです。チキンバーガーって日本マクドナルドの永遠の名作って。え、私食べたことないんですよね。ほんと非国民。え、食べます。セーラームーン。聞こえますか、私を月に連れてって。ちょ、英語わかんないんだよな。ゆっこいらっしゃい、来てくれてありがとう。いらっしゃい。皆さんあと10分で終了します。あれってもう30年くらい秋の1週間だけ売られ続けてるって。え、そうなんですか。1週間だけ。え、絶対食べなきゃ。友達と食べに行こうかな。あすくん入室ありがとうございます。こんばんは。あすくん、あと配信5分で終了しちゃうんですけど、あ、え ?5 分で終了しちゃうんですけど、ぜひよかったらゆっくり話しましょう。あやちゃんが歌ってなかったっけ、この歌。そうなんですか。トシトシサイさーんって。あすくいらっしゃい、来てくれてありがとう。てーちゃん、そう歌ってるって。あすくいさん、こんばんはって。ちえさん、挨拶ありがとうございます。ちなみに、ふじくん、勉強のなんかクエスチョンは何時まで受け付けてますか。今日来ないと思ってました。思ってた。悲しかったもん。あすこお帰りって。おつありがとう。来てほしいなと思ってましたけど、何時まででも大丈夫です。え、いいんですか。すごい優しい。めっちゃ優しくてびっくりした。よっちゃん、やっぱりよっちゃんが歌ってる声が記憶に残ってるって。ちえさん、さすがです。さすが、よっちゃんの歌声もさすがですね。ちえちゃん、ちえちゃんさん、こんばんはって挨拶ありがとうございます。よっちゃん、こんばんはです。ってあすくん、挨拶ありがとうございます。3時とかさすがに寝てると思うから翌日になるけど、ありがとう。今日はピッチャーの誕生日。ハッバーステーピーチャー。あら、腰同じの持ってるって。え、ディオールの香水持ってんですか。実はこれ私の香水じゃなくて、
です。あのヒロイガです。色紙の隊長長谷さんだった。え、そうなんだ。長谷川か、長谷川って思うかな。長谷川、そのピッチャーさん外されていただけど配置したのかな、どうなんだろう、違うんかいそうなんですよ。私あの構成はジルシチュワート派です。まずはサイリーメッセージ読めよ。わら、おとといのやつ了解です。ジョーマロンとディオール持ってる。ジョーマロン、え、いい匂いそう。え、ジルシチュワートもいいんだよな。リップも可愛いし、ディオールも買ってみようかな。やっぱ可愛いディオールの香水とか持ってるとあのテンション上がりますもんね。今リボン入りなんで、え、そうなんです、そうなんです、今リボン入りなんですよ。なんかやっぱ服屋さんとか行っても売ってるのはリボンのバッグとかリボンのヘアメイクとか、あとバレーコアっていうの流行ってて、このバレーシューズとかそういうの流行ってて、あ、ごめんなさい、私リボン好きすぎて語っちゃった。なんなら私スマホカバーリボンつけてますもん。野球ユニフォームにはランニングウェーブついてるって。ランニングウェーブってなんですかね。あのスラパンの下に履くやつですか。あ、スラパン、うん。長谷川さん、キリンがやってくる。あ、キリンがやってくるの。あ、知ってる知ってる。ミサジオールはいい香りだよって。え、そうなんだ。え、私買ってみよう。待って、リエムリムよっちゃん、私の王子様、よいしょ、リエムリム、ナイスです、ありがとう。ミスリオール試してみよう。せーちゃん、リボン似合う。え、リボン似合うとか嬉しい。好きなもの似合うって言ってもらえるの嬉しいな。ライジングウェーブは腰でブフォー。待って、私何でもソフトボールに変換しちゃうの良くないな。飾り気がなさすぎる。 CK1 買ったことある。え、いい匂いなんですか。香水好きな人は誰しもしてると思うって。そうなんだ。ジルシチュワートも可愛いね。え、可愛い、好き。しかもなんかジルシチュワートのあのジルシチュワートの香水友達がつけててすんごい匂いで私も好きになっちゃった。ジルシチュワートも可愛いね。リブジンの挨拶ありがとうございます。じゃあそろそろ配信終わりたいと思います。ジルシチュワートね、メモメモって、メモナイスです。なんか香水もいいんですけど、ヘアミストもいい匂いなんですよ。では配信終わる10秒前、皆さん、月曜日から金曜日までお疲れ様でした。土日週末はゆっくり休んでください。またです。チャリさんとおそろよいいねいいね。よさん、お伝えてちえさんもありがとうございます。あすくんもみなみくんもよっちゃんもありがとう。ふじくんもおやすみなさい。あすくんありがとう、おやすみ。ではでは、それまたね、勉強頑張ってねと、ありがとう。では皆さん、お疲れ様でした。お伝えよ、バイバーイ。